例えば歩くようになると、ね、あそこの子歩いてるのにうちの子まだ歩いてないわとか、ね、うちの子喋らないわとか、なんかそういう子周りと比べたり、ね、早く歩け早く喋れっていうその親のまあ欲とかね、希望が逆に子供をね、喋れたら喜ばれたからもっと喋らなきゃとか、ね、歩けるとお母さん喜ぶからねもっと頑張らなきゃとかっていうような、何かしないと褒められないとか何かしないと自分じゃないっていうところに作られてしまうと、頑張んないと認められないっていう自分をもしかしたら作り上げてしまうのかなっていうふうに思ったりします。今日も長野県初のトーリーディングティーチャー松岡佳代さんにお話伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。心の中ってやっぱ変わりましたとか言っても、もちろんね見た目だったりとか輝きが変われば変わるんですけど、足はまあ本当にリアルにあるものなので、見ればね、すぐ分かるというか、逆に辛かったりとか我慢していても分かるし、元気になったことも確認できるし、本当になんか自分の足を見つめることもすごい大事なんですけど、お母さんが赤ちゃんだったりとか、こう成長段階のお子さんの足を見ていくことがいかにね大事なのかっていうのは自分の子供を見ていても感じます。やっぱ自分を出せないとか言っちゃいけないとか言えないってなっている状況であれば、必ず多分指はね下向いちゃったり萎縮してしまったりします、ね、こうだって周りがみんな敵だって思ったら私たちでもすくむじゃないですか。でやばいから逃げなきゃって思うと足って立つんですよね。それを、ね、目の前にライオンが来たらやっぱビクってしたら私たちこう縮こまるんですよね。その状態で生きてたら結構ハードですよね。それが足に現れるっていうのはすごいですよね。だからそのね、一回ねびっくりしただけだったら一瞬で治るんですけど、そのいつも怖い、ね、何か守らなきゃって思ってる状態が続いてしまったり、自分なんてダメだよねってなってしまっていたとすると、それはもう継続的になっているので、それが自分の足の形になっちゃうんですよね。から赤ちゃんで生まれたまあばっかりだったりとか、まだ歩く前の足って本当に素直にそのままねビヨーンって伸びていて、ね、泣けばおっぱいもらえるし、泣けばおむつ替えてもらえるしって、その絶対的信頼がなければ赤ちゃんってやれないんですよね。その信頼があるのに、例えば歩くようになると、ね、あそこの子歩いてるのにうちの子まだ歩いてないわとか、ね、うちの子喋らないわとか、なんかそういう子周りと比べたり、ね、早く歩け早く喋れっていうその親のまあ欲とかね、希望が逆に子供をね喋れたら喜ばれたからもっと喋らなきゃとか、ね、歩けるとお母さん喜ぶからねもっと頑張らなきゃとかっていうような、何かしないと褒められないとか何かしないと自分じゃないっていうところに作られてしまうと、頑張んないと認められないっていう自分をもしかしたら作り上げてしまうのかなっていうふうに思ったりします。当然ね、早く歩いてほしいし早く会話したいし、親のねそれは夢であり希望ではあるんですけどね。足にはどんな変化が出てくるんですか？そうですね、なんかもし喋らないで OK で、その子はね自分で思考はちゃんとしていて考えていってるんだけど、別に喋らなくていいわって思っているとすれば、そこには何の支障もないんですよね。だけどそれを喋れとか、ね、あなたもっと、ね、前に出なきゃとか、もっと、ね、こう喋りなさいよって言われてしまうと、余計に足は多分喋れなくなっちゃうんですよね。そうすると、まあ、ブレーキを踏む、もしくは言いたいけど言えないっていうと指の先が少し膨らんでしまったりとか、言葉を、ね、出すっていうところに置けないので溜めちゃったりするんですよね。そういうちょっと我慢すると指が膨らむっていうことなんですか？うん、なんかね、言いたいことがあるのに言えないってなると先がちょっとね丸くなったり膨らんだりします。だからやりたいことがあるってなれば中指が出るし、うん、っていう感じで、それぞれの指にエネルギーがねいっぱい溜まるので膨らむというかな、まあ、見た目にねこうちょっと赤くなってたりとか膨らんでたりとかすると、あーなんかね言いたいこと溜まってるんだねっていう風になったり聞いたりはします。まあ、ちっちゃい子にはねそこまではね聞けないので、まあ、
私が見せてもらってお母さんがね足見てくださいって言って私の前に足を出してくださった赤ちゃんの足であれば、ね、あの例えばね玉手になって分かったらできるだけねあの優しくね何かね伝えたいことがあるならねお母さんが全部聞いてあげるからねっていう形でお母さんがね喋りなさいじゃなくって言いたいことあるなら言えじゃなくってもう何でもねあなたが思っていることはね口に出して大丈夫なのよっていうふうにその子が言いやすい状況だったりとか言える言葉をね使えるようにまあ促すので基本トーリーディングでは赤ちゃんの指に対してね否定的なことは言いません。もうお母さんがその子に対してもっと愛をね注いであげられるもっとねこの子はねあそういう可能性があるんだって思ったら伸ばしてあげられるような言葉を使うようにっていうふうに私たちはあの教えたりもしています。だってねあだこの子こうなんだじゃあダメなのねってお母さんが思ってしまった時点で子どものねこれからがお母さんの諦めから入っちゃったらそれってものすごくもったいないですよね。その子可能性ね何かできないことがたとえあったとしてもそれ以外の部分がものすごい素晴らしいかもしれないじゃないですか。なのでお母さんがねあのこの子はねあなたを選んで生まれてきてお母さんが全部分かってくれてるって信頼してるんだよっていうことも足は伝えてくれるのでそれをお母さんにそのままねお伝えすればお母さんはできるだけねその子の足もその子も見ようとしてくれるんじゃないかなって思ってあのお伝えしたりしてます。その足を触ってあげたりとかそういうことで何か変わってきたりとか声をかけるとか変わってきたりするんですか？うん、そうですね。私たちってこう何億あの細胞がね体中にあるんですけどその細胞一個一個って実は全部言葉を聞いてたりとかね、撫でられたりとか触られたりとかっていう時に感情必ずあるんですよね。だから不思議なんですけど別にこうマッサージまでしなくても足をねいい子いい子してあげたり撫でてあげるだけでもほっとしたりとかっていうことは必ずあるし例えば構えてね猫とかもそうじゃないですかふーってしててこう構えてる時って、ね、あのそっと触ってあげたら落ち着いたりするんですけどそれは人間のまあ体のどの部分も同じでほっとする例えばお腹もね回してあげるとね腸の流れが良くなったりするのはあ柔らかくね触ってもらえたことで体が動き出したりするんです。だからそれも足も同じでまあ、撫でてあげたりとかねよく頑張ったね今日いっぱい歩いたねっていう風にお子さんの足触ってあげるだけでもじゃあまた明日も頑張れるっていう気持ちに足がなれるんじゃないかなと思って